何かと F2 戦闘機での事故が多く見られます。今回は空中で接触した事例を詳しく見ていきますね。民間人が一人って民間人が乗れる機体ではないですが、後方用に接近しすぎたのかな。もともと事故の少ないことで有名だった築城基地所属の機体なだけに本筋の事象以外が気になる。2021年4月22日の15時過ぎ、航空自衛隊の築城基地の第8航空団に所属する F2 戦闘機2機が山口県の山間部上空を飛行中に接触する事態が発生し、幸いにも人的被害は生じなかった。ただ、事態を重く見た岸防衛省は、事故から2日後となるの24日の閣議後の記者会見で、謝罪の姿勢を示し、事故の発生に対して遺憾の意を表明、解明に向けた運用手順の見直しを示唆した。今回空中での衝突を起こした F2 戦闘機は、短座型の A 型と複座型の B 型の各1機であり、編隊飛行を行う同機の様子を広報誌に掲載するための撮影用の飛行中に生じた事故であるという。そのため、A 型には操縦者の1名、B 型には操縦者と撮影を担当した民間のカメラマンの合計で3名が搭乗していたが、いずれも怪我等はなく、その点では不幸中の幸いとも言えるものだった。事故の起きた状況は、前方を飛行していた複座型の B 型の垂直尾翼付近に、後方を飛行中だった A 型の機首部分が接触してしまった模様であり、機体の軽い損傷で、両機とも自力で帰還している。ただし、衝突された側の B 型では、垂直尾翼部分に取り付けられていた衝突回避用ランプ約 400g と、そのアースタル紐形状の約 5g の部品が外れて落下したものとみられている。衝突が起きたとされる山口県の山中でも、幸いにも、これらの落下物による被害も、今のところは確認されておらず、飛行中の航空機の接触事故としては、非常に軽微な結果に済んだとも言えそうだ。ただし、前述のように、岸防衛省が、自ら記者会見に応じたように、防衛省側としても、民間のカメラマンが、搭乗中の事故であった点を重く受け止めており、再発防止策の策定を急ぐ模様である。航空自衛隊築城基地は、福岡県築城郡に位置しており、瀬戸内方面に約300メートルほど滑走路が突出した構造となっており、上空からの画像であればその様は一目瞭然となっている。実はこの構造は在日アメリカ軍の再編成問題ともリンクしており、沖縄の普天間飛行場の有する機能を築城基地に付与する施策の一環でもあり、滑走路の全長2700メートルを確保する目的もある。普天間基地といえば、周囲に民家が立ち並ぶ中にある危険な航空基地としての報道は多いが、その機能分散が他の日本国内の基地に少なからぬ変化を与えていることは積極的には報じられていない。これも前述の通り、今回衝突事故を起こした F2 戦闘機は、築城基地に駐屯する第8航空団に所属する機体だが、2016年まで、F15J イーグルを装備する
第304飛行隊無動基地を使用していた。ちなみに、この第304飛行隊は、以後は沖縄県の那覇基地に移しており、1990年代より増強されている南西諸島方面の中国軍戦力との対峙を意図した配置会が実施されたものと言えるだろう。第304飛行隊がまだ所属していた2006年に、同基地の F-15J イーグル戦闘機が墜落事故を起こすまでは、同基地は実は大規模な航空事故の発生がなかった稀有な基地の一つとしても知られていた。ただし、2年前の2019年2月には、今回と同様に、追記、基地の第8航空団所属の F2 戦闘機 B 型が、山口県沖の日本海で、やはり訓練中に墜落する事故が発生しており、こちらも幸いにも、搭乗者2名は無事だった。この時の F2 戦闘機 B 型は、操縦ミスによる失速で墜落に及んだものだったが、福崎として若手の操縦者のミスをベテランがカバーできずに緊急脱出、機体は日本海の藻くずとなっている。ここで行われていた F2 戦闘機 B 型の飛行訓練は、敵戦闘機の迎撃を想定した内容であったとされており、2名の搭乗者が適切な機体操作を行えなかったことが重なった人為的ミスだと公表された。こうした過去の事故の経験は、そのまま今回の事故回避に役立てられることにはつながらなかったとも言えるわけだが、発生した状況も異なることから、考えてそのまま非難されるべきではないように思える。事故内容のそ、ものに関することではないのだが、今回の F2 戦闘機は後方の撮影用に複座型の B 型と短座型の A 型の各1機が飛行していたというが、今後の F-35 ライトニング2ではどうなるかが気になる。F-35 ライトニング2は短座型しか存在していないため、仮にこの編隊飛行の現場を撮影するとなると、いかなる手段を自衛隊が講じるのかと、個人的にはその部分が気にかかるのだ。アメリカ空軍などの画像では、当然編隊飛行を行う F-35 ライトニング2が撮影されているのだが、やはり日本と違い、予算をかけている同軍においては、航空撮影用の機材や機体も充実しているのだろう。人的、物的に惨事とならなかった今回の F-2 戦闘機の接触事故だけに、どちらかといえば、そうした本来の機体、飛行技術の問題よりも副次的な事柄の方に、個人的には目が向いてしまった事象だった。